ム宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の甲斐アンナです。この番組はテゲバことテゲバジャール宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階のスタジオから生放送でお届けします。皆さん今週もよろしくお願いします。さあ、生放送でお届けしているんですけれども、本日もですね、宮古シティ営業時間が8時までとなっております。現在ですね、ラジオの観覧ができなくなっております。ご了承ください。また観覧がですね、再開した暁には皆さん感染対策と気をつけながら足を運んでいただければなと思います。本日はラジオの向こう側からですね、皆さん今日はどこで聞いていらっしゃるんでしょうか。それぞれの場所からぜひ1時間お付き合いいただければなと思います。今日はですね、9月23日秋分の日ということで、お休みだったという方もね、多くいらっしゃったんじゃないでしょうか。もうだいぶ秋めいてきましたよね。一昨日があれですかね、十五夜中秋の名月で、なんかその2日前ぐらいに空を見上げたら、なんかすっごい明るくて、月でかいなーって思ったら、なんか中秋の名月に満月になるのが8年ぶりっていうね、なんかすごいいいもん見たなっていう風に思ったんですけれども、皆さんはどんな秋分の日お過ごしでしょうか。さあ、ということで、本日もこの後ですね、ゲスト選手の方リモートでおつなぎしてお届けしていきたいと思います。ゲスト選手の方へのメッセージもすでにたくさんいただいております。皆さんありがとうございます。ぜひ放送中にもですね、メールお寄せください。ツイッターでも大丈夫ですよ。ハッシュタグテゲバとつけてくださいね。メールの宛先はリクエスト@3fm.co.jp、 サンシャイン FM が聞けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージをお送りいただけます。こちら無料アプリなので、アルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またツイッターではハッシュタグテゲバとつけてつぶやいてください。そして本日もたくさんのツイートありがとうございます。ツイッター限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想、こちらですね、参加の方は番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいていただいております。受付は放送開始までとなりますので、こちら本日は締め切らせていただきました。1曲目に流れる曲を見事ですね、ツイッターで当てた方には、当番組のスタッフが自腹でテゲバジャール宮崎のステッカーをプレゼントいたします。さあ、本日は正解者の方いらっしゃるんでしょうかね。変化球から先週が割とちょっとド直球な感じだったんですけれども、今週は何の曲があるんでしょうか。後ほどお楽しみに。ぜひ皆さん本日も1時間お付き合いよろしくお願いします。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。この番組はテゲバジャール宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社、宮古シティ有限会社コギトの提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル0120-786-640、悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャール宮崎を応援しています。Tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.
ということで本日の1曲目さだまさしさんでコスモスお届けしましたけれども、1曲目予想正解者の方いらっしゃったんでしょうか。の前に本日のゲスト選手の方にご登場いただきたいと思います。自己紹介をお願いします。はい、テゲバジャーの宮崎、ゴールキーパー47番の上田俊介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は背番号47番ゴールキーパー上田選手に1時間お付き合いいただきたいと思います。さあ、あの上田選手、あのですね、この番組では、ハッシュタグ勝手に1曲目予想っていう企画をやっておりまして、はい、こう1曲目にかかる曲をツイッターでハッシュタグで見事当てた方の中から抽選で1名様に番組スタッフが自腹でテゲバのステッカーを購入してプレゼントしますよっていう企画をやっているんですけれども、はい、もし正解者の方がいらっしゃったら、はいはい、上田選手のサインをいただいてもよろしいでしょうか、ステッカーに。あ、いいんですか、僕ので。いらっしゃったら、はい、はい、自腹のステッカーに自前のサイン書かせてもらいますありがとうございます。さあ、ということで、ツイッターの方ですね、ハッシュタグちょっと遡らせていただいたんですけれども、本日ですね正解者の方いらっしゃいませんでした。いないんかい。いらっしゃらなかったんですよね。でもなんかこう1曲目がかかった後に、あ、さださんの方かみたいなちょっとかすってたよみたいな、なんかちょっとクソみたいな、そんな感じの方は複数名いらっしゃったんですけれども、今の振りいるんかと思いましたいや、まあね、あの正解発表、当選者の方いるか発表するまで、まあ、最後までわからないよっていう、まあ、ちょっとお楽しみもあったんですけれども、はい、まあ、あの今日が秋分の日ということで、はい、コスモスという曲をお届けいたしました。また来週以降もこのコーナーありますので、ぜひサポーターの皆さんご参加くださいませ。さあ、ということで、上田選手ご登場いただいたということで、ここからはテゲバプレイバックのコーナーお届けしていきたいと思います。上田選手、一緒にですね先週末の試合の振り返りをお願いします。はい、はい、今回は9月19日に行われた明治安田生命 J3 リーグ第19節テゲバジャーロ宮崎対岩手グルージャ盛岡との対戦をプレイバックします。この日のスターティングメンバーはゴールキーパー上田、ディフェンダー青山、大畑、大奥田、ミッドフィルダー徳永、千部、前田、渡辺、フォワード藤岡、梅田というメンバーでした。さあ、盛岡といえば開幕戦で惜しくも敗れてしまった相手、まさに J の洗礼を受けた相手へのリベンジマッチということで、そして対する岩手も、4連勝に向けて負けられない一戦ということでしたね。上位にとどまるためにもテゲバにとっても負けられない一戦でしたが、上田選手、この試合への意気込みいかがでしたでしょうか。まあ、そうですね、まあ、チームとしてやっぱり開幕戦負けてるチームで、やはりワンシーズンの中にでホームとアウェイ両方負けるっていうのは、あの何としても避けたかったので、まあ、そういった意味ではまあ、結果的には良かったと思います。はい、はい、同じチームに2度負けないっていうのはもう常々テゲバでも言ってきていることですけれど もう何としても負けないという意気込みで挑んだ一戦だったということですね。それでは前半から振り返っていきます。はい、前半早い時間からチャンスを作るテゲバ、すると18分、中央徳永選手の縦パスに反応したのは久しぶりにスタメンに名を連ねた梅田選手。キーパーの動きを冷静に見て左足でゴールに流し込み先制します。さあ、梅田選手、ご自身にとっても久しぶりとなるゴールでしたけれども、本当に見事な抜け出しで相手ゴールキーパーとの1対1を制しました。このゴールシーン、上田選手から見ていていかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、立ち上がりから、まあ、自分たちのペースでボールを動かせて、まあ、ボールに入れていたんで、まあ、徳永選手のパスもそうですけど、やっぱりその前の千部選手からも縦パスがいいのが入ったんで、はい、まあ、まずはそこが良かったのかなっていう点と、やっぱり梅田くんがやっぱり冷静であそこに決めてくれたっていうのが、やっぱり後ろからしてもすごい助かりましたし、まあ、彼自身すごい練習終わってシュート練習をしていたので、まあ、それがやっぱり結果につながって、まあ、彼自身にも良かったかなと思います。
あの梅田選手のこうインタビューだったりも拝見したりしていたんですけど、まあ、どうしたらこうゴールにつながっていくのかっていうのを、まあ、ちょっと書き出したりもしていたっていう、こう話もあったりしたんですね、はい、そういった本当に一つ一つの、まあ、努力の積み重ねだったりゴールへのこういう気持ちっていうのがまたこの得点につながってきたっていうことですかね。そうですね、やっぱり、まあ、多分彼自身すごいゴール遠ざかって多分悩んでたようなことを僕も聞いたので、はい、まあそんな、まあ、苦しい中でやっと取れたんで、うん、まあ、吹っ切れてくれるんじゃないですかね。ここからまた爆発しますかね。ですね、期待したいですね。楽しみにしたいと思います、はい、さあ攻守にわたり前半いいリズムで戦うテゲバは追加点こそは挙げられませんが1対0で前半を折り返します。さあ上田選手、前半振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、途中何回か攻め込まれるシーンはあったんですけど、まあ、やっぱりこの試合通してですけどディフェンス陣がしっかり相手の強みであるクロスからの得点っていうのを、まあ、防ぐために各ポジションの選手がやっぱ責任持って、守備を全うした結果かなと思います、はい、後半に前半すごい良かったですね、うん、はい、後半に向けてっていうのはどういった話をハーフタイムには皆さんでされましたか。まあ、やっぱりあの失点しないこと、あのその前節も同じような状況で早い時間帯に先制をして、まあ、後半粘りながらも最後の最後に失点してしまったっていうことがあったんで、まあ、それを踏まえてやっぱりまず失点しないっていうことところで立ち上がりの10分まず集中して入ろうっていう話で入りました。もう前節と同じことはもう繰り返さないという。そうですね、はい、では後半を振り返っていきたいと思います。後半スタートからメンバーを入れ替えてきた森岡に対してテゲバは開始早々からピンチを迎えます。相手に押し込まれる時間が多くなる中、ゴールキーパー上田選手のファインセーブやディフェンス陣の粘りで相手に得点を与えません。森岡もかなりストライカーを次々と投入してきてテゲバにとってもピンチの時間が続きましたけれども、まあ、その中でも、まあ、ディフェンス陣そして上田選手のファインセーブに助けられるシーンたくさんあったと思うんですけれども、上田選手この時間っていうのはいかがでしたかね、はい、そうですね、やっぱりおっしゃったみたいに選手交代で一気に相手が息を吹き返した感じで、もう後半のも最初からもう防戦一方みたいなシーンは多かったんですけど、やっぱり僕のセーブよく言ってもらえるんですけど、やっぱり選手全員がやっぱりフォワードの選手も前から追いかけ回してくれましたし、まあ、そういうセンターバックだったりボランチのセンターラインの選手もすごい体張って守ってくれていたんで、僕としてはまあ限定されたコースで止めればよかったので、まあ、すごい助かったなっていう印象です。もう全員の動きがあってこそ封じ込められたということですね。そうですね、はい、この日は前線中盤ディフェンス陣と効果的に選手も交代し全員で最後まで集中を切らさなかったテゲバ、後半も追加点は奪えませんでしたが試合はそのまま1対0で終了、アウェーで見事勝利を手にしました。さあ後半押し込まれる展開もありましたが、粘って粘って前節と何が違ったかというと勝ち点3を勝ち取って帰ってきたということですけれども、この試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、やっぱりあの前節に似たような感じで引き分けになってしまっていたので、まあ、そこは多分逆に選手がすごい意識してあのこの間の試合は取り組めたのかなと思います。だからまあやっぱり守備のところでハードワークできる選手がものすごい多かったし、あの攻撃の面でも少しでも攻め込まれてたんですけど少しでもそうやってボール握ろうっていう自分たちの意識だとかそういうのが少しずつ出てきていて、まあ、まだまだ修正は必要なんですけど、あのそういった部分では、まあ、収穫があった試合かなと思います、うん、その前の試合から1週間の間でやっぱり選手の皆さん一人一人の、まあ、気持ちの面と、まあ、その技術の面でもかなり修正頑張ったということですね。そうですね、どっちかというとも気持ちの面ですね、うん、あの先週宮崎台風がすごかったじゃないですか、はい、あんまりだからそんなに練習っていう練習も僕たちもできなかったので、そうですよね、どちらかというと心の準備だったり、うん、精神的な方の準備で、まあ、みんなそこをうまくあの調整して臨めた結果ではないかなと思います。
まあ、あの試合が開催されている時のやっぱりあのツイッターだったりのタイムラインの盛り上がり、まあ、当日がビジター席が設けられていなかったのでテゲバのサポーターの皆さんは会場に行くことはできなかったんですけど、まあ、ダゾーンで観戦しながらこうツイッターだったりですごく盛り上がっていたり、やっぱりこの試合で選手の皆さんが気持ちで戦う姿にすごくサポーターの皆さんも勇気をもらったと思うんですよ。あ、伝わったんですかね、うん、あのサポーターの皆さんからの、うん、はい、やっぱりそういうやっぱ画面越しとかのでもやっぱ伝わるっていうぐらいやっぱ気迫が選手一人一人からやっぱ僕も出てたと思うので、はい、そう言ってもらえて嬉しいですね。そんな戦いだったと思います。リーグ前半戦の借りを見事に返した一戦でしたね。そんな熱い戦いを次はホームでということなんですけれども、次節は9月25日日曜日ホームでアスルクラロ沼津との対戦です。さあこちらは、リーグ前半戦アウェーで引き分けた相手との対戦ということになります。さあこの沼津戦への意気込みを上田選手お願いします。まあ、やっぱりまず連勝したいっていうところが正直なところですし、まあ、自分たちの今やっているサッカーを100% 近い形で出せるように準備をして、まあ、それがちゃんと自分たちで体現できれば勝ち点差はおのずとついてくるのかなと思うので、はい、まあ、まずしっかり準備していきたいですね。はい、さあ今週末の試合も選手の皆さんハートで熱く戦うと思いますので、サポーターの皆さんも拍手で声援を送る準備をお願いします。以上テゲバプレイバックのコーナーでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは明光社にご相談ください。明光社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 Tポイントも使えます。新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。テゲバフェイス。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。さあここからはテゲバフェイスのコーナーです。の前にですね、先ほどテゲバプレイバックのコーナー最後の方で次節の日付をですね9月25日日曜日と私お伝えしたんですけれども、こちらが誤りで正しくは9月26日日曜日でした。次のホームゲームは9月26日日曜日でした。大変失礼いたしました。皆さん26日開けておいてくださいね。よろしくお願いします。さあということで、ここからはテゲバフェイスのコーナー。改めまして本日はゲストにテゲバジャーロ宮崎背番号47番ゴールキーパーの上田俊介選手とリモートでつながっております。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあここからのコーナーでは上田選手にいろいろお話を伺っていきたいんですけれども、上田選手このラジオにご出演いただくのは4月の1日ぶりだったかなっていうふうに思うんですけど、ですかね、1回、はい、今年1回、はいはい、出ました、はい、確かですね、そのゲストで出ていただいた週末の熊本戦が、はい、なんと上田選手のお誕生日だっていう。ああそうです、はい、よ、はい、ありがとうございます。覚えているんですけれども見事ね、はい、勝利を収めたんですよね、はい、その戦いでは。上田選手今季ここまでテゲバの守護神として14試合出場しているんですけれども、はい、
今季先発の長野戦では少し緊張もしたというお話も前回ラジオでお話してくれましたけれども、いろんな気持ちの面だったり、試合の内容だったりいろいろ含めてここまでで特に印象に残っている戦いってありますか？印象に残っている戦い、はい、自分の中でいいゲームしたなっていうのはやっぱ熊本戦だったり長野戦ですかね、はい、うん、前期のですけど、逆に藤枝とかすごい悔しい思いが残ってますね、はい、古巣の鹿児島戦だったり、それはなんかまた違う感情ですね、うん、悔しいとかそういうのじゃなくてもうちょっと自分の中で感極まるものがあるような、やっぱちょっと思い入れがあるチームですし、はい、鹿児島との試合はなんかちょっとやっぱり違った感覚でしたね。鹿児島のサポーターの皆さんからも温かい拍手がこう送られて、はい、上田選手もサポーターの皆さんにご挨拶にも行かれたと思うんですけど、なんかこう改めてピッチに立って感じたことだったりっていうのは、はい、そうですね、やっぱりもうなんかスタジアム DJ の方もアウェイなんですけど、アウェイ側の僕と内園選手がその時言っていたので、はい、2人の時だけちょっと語気を荒げて、うん、ホーム選手のように紹介してもらって、でその際のやっぱりスタンドからの拍手の量ももう本当ホームの選手と同じぐらいいただいたので、やっぱりこのチームは素敵なチームだなと思いましたね。やっぱサポーターが素敵ですよね。はい、すごくこう聞いてる側でもちょっと感極まると言いますか、なんかものがあるので、ご本人にとってはもう相当だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、また今度はホームに鹿児島の皆さん迎えて戦うのがまた楽しみですよね。そうですね、ぜひね、宮崎近いですから、はい、鹿児島サポーターの方もたくさん来てもらって、うん、いい試合できればなと思います。サポーターの皆さんこうスタジアムに入っていただけるっていう風になったらまたちょっとね お隣っていうのもありますし、やっぱ鹿児島のサポーターの皆さん、はい、ちょっと熱い方といいますか、もうねたくさんいらっしゃいますから、スタジアムがかなり揺れそうですね。そうです、うん、ゴール裏埋まっちゃいそうなぐらいですけどね、下手したらちょっとこちらもね、はい、負けていられないですよね。そうですね、うん、たくさんの方に来てもらって、はい、ジャックされないように本当に、はい、そうですね、また楽しみな一戦が控えています。さあはい、またちょっと別のお話になるんですけれども、上田選手はい、ブログをやってらっしゃいますよね。はい、一番最新の記事かな、今日あげました、はい、拝見させていただいたんですけれども、はい、おーめちゃくちゃタイムリーですね、うん、すごいちょうどいいタイミングで上がってると思ってこちら見させていただいたんですけど、あ、はい、岩手とのなんかすごいご縁について綴ってらっしゃって、あ、はいはいはい、なんと上田選手の J リーグのデビューが鹿児島ユナイテッド FC 時代の当時のグルージャ盛岡との対戦だったんですね、はい、そうなんですよね、うん、かなりね、それも偶然なのか分かんないですけど、はい、この試合が2016年の11月13日、はいはい、ということなので、まあ大体5年前ぐらい、そうですね、うん、はい、になると思うんですけど、その当時の自分と今の自分を比べて、なんかこう実際にその試合を終えてみて、あ、自分なんか変わったなって思うところってありますか？なんだろう、やっぱ年とやっぱ経験を重ねたので、はい、なんかちょっとプレーの深みというか、まあ、技術のところもそうですけど、どっちかというとやっぱり頭脳的なプレーだったり、はい、相手との駆け引きだったり、うん、まあ、そういうところはやっぱり成長してると思いますね。ちなみにその5年前の戦いっていうのは覚えてらっしゃいますか？
覚えてます、はい、うん、1対1でした。お、はい、まあ、内容的にどうでしたかね、ご自身のその満足度っていうのは。そうか、まあ、その当時はもう正直あまりいい内容ではなかったので、うん、僕自身のプレーもだったので、あまりいいイメージではないですね、うん、ほろ苦デビューみたいな感じですね。J のデビュー、そうですね、はい、そこから、まあ、5年の時を経て、はい、見事クリーンシートでの勝利をっていう、まあ、だからそういう意味ではすごいこの間の試合は勝ててたっていうのは良かったですよね、うん、自分にとっても。この J のデビュー戦っていうこと以外でも、その上田選手は岩手といろいろまあ、ちょっとご縁だったり何かこう偶然だったりをいろいろ感じることがあった一戦だったんですよね。ああそうですそうです、まずうちの母が、はい、岩手県出身 で、うん、で岩手に毎年のように子供の時夏休みや冬休みもおじいちゃん家行ってたんで、はい、まず一応出生地岩手なんですよ。あ、じゃあもう病院は岩手の病院で、はい、岩手で出産してもらって、はい、向こうでちょっと何ヶ月かいて、まあ、千葉なんですけど、はい、千葉の方にまた戻ってきた感じなんですけど、一応生まれは岩手なんですよね、はい、じゃあまあご自身のルーツでもある土地っていうことですよね、はい、それとあとあれですよ、高校サッカー の、はい、選手権、高校サッカー選手権って春冬か、はい、冬にあるやつの大会で僕ら準決勝まで行ったんですけど、はい、その準決勝で負けたのがちょうど盛岡商業っていう盛岡の高校のチームで、うん、でそのチームの OB がこの間前座試合をしてたんですよ。おブルージャー盛岡の、はい、スタジアムで、はい、いやだからなんかすごい偶然だなと思って、うん、自分の中なんかちょっとなんか嫌だなと思っていろいろ思い出して、はい、なんかちょっと中の人なんか知ってるんですかみたいな、ちょっとそんな気持ちに。いや本当にそのレベルですよね、うん、ありますよね。なんかそういう話を聞けば聞くほどなんか縁を感じますし、はいはい、またその舞台でまた勝利を勝ち取れたっていうことがまたちょっとこれからさらにもっと頑張っていこうかなっていう気持ちになれますよね。そうですね、うん、頑張ります。はい、ぜひ皆さん上田選手のブログご覧ください。お願いします。いろいろ書いてあります。サッカーのことだけじゃないんですよね、内容としては。そうですね、うん、サッカーのことの方が逆に少ないですねなんかいろいろ自分が勉強していることのアウトプットに使ってるんで、はい、まあ、興味があったらお茶でも飲みながらお菓子食べながら見てくださいぜひ上田選手の SNS から飛んでいただけますのでご覧ください。はい、前回4月にご出演いただいたときに、やっぱりまだ宮崎では、はい、まあ、ちょっとゴールキーパーへのちょっと評価だったりとか、うん、まあ、そういう文化がちょっとまだあまり根付いていないかなっていう、まあ、鹿児島時代も、まあ、最初ちょっとそういうところがあって少しずつ少しずつ、まあ、ちょっとそういう文化が広まっていったっていうお話もあったんですけど、どうですかね、はい、サポーターの方でもう自分はゴールキーパーが好きなんだっていうサポーターの方もいらっしゃるの、私もちょっと常々拝見しているんですけれども、ああ、そうですね、はい、まあ、ご自身のプレーだったり、まあ、そういういろんな情報発信だったり試合会場での姿だったり、まあ、そういった面を通してこう宮崎でのサポーターの皆さんだったり、まあ、キーパーの見方だったりこう評価変化を感じるところっていうのはありますかね。まだですね、うん、まだ足りない。僕らがもっと頑張らないといけないですね、うん、もっともっとです、ね、全然まだだと思いますね、うん、はい、その僕らがやっぱりもっと、ね、プレーで見せてもっと注目してもらわなきゃいけないですね。上田選手 の、まあ、その目指していくところとしては、まあ、どういう風になったらいいなっていうのってありますか。そうですね、まあ、やっぱりなんだろうな、キーパーのユニフォーム着てる方はまだ少ないですし、うん、まあ、普通のユニフォームに比べてですよ、
まあ、その来てる方もちらほらは見るんですけど、はい、まあ、そういうところだったり、まあ、やっぱりちょっとメディアの方だったりっていうのもやっぱりフォワードとかそういうところにやっぱまだ行くのが多いじゃないですか。得点を取った選手に、まあ、クローズアップして、まあ、一番分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、うん、まあ、そういうところでもやっぱり、まあ、まだまだかなっていうのは思いますね、うん、はい。でもやっぱりこうチームにとってもやっぱりゴールキーパーっていうのは、まあ、最後の砦でもあり、まあ、得点の起点にもなるポジションだと思うので、はい、ちょっとそこはね、ぜひあのメディアの皆さんもそうですけれども、サポーターの皆さんにももっともっと注目していただきたいですね。そうですね、まあ、あのやっぱ言うだけじゃなくて、僕らがもっとね、もっといいプレーをして注目せざるを得ないぐらいな感じで、僕がこうやって言っても説得力あるぐらいな結果を出さないとやっぱりいけないと思うんで、はい、頑張ります、はい、もっともっと上田選手が見せてくださるということですので、サポーターの皆さんも試合も目ガンガンで見ていただきたいなと思います、はい、さあまだまだお話伺ってまいりますが、一旦曲をお届けしたいと思います。続いてお届けする曲は上田選手おすすめの1曲です。星野源ファミリーソング。バジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。さあ上田選手、メッセージをたくさんいただいておりますので、この時間ご紹介していきますね、はい、ラジオネーム、はい、ユニスタエゴーさんからです。ありがとうございます。グルージャ戦最後までドキドキしましたが、テゲバらしく後ろからつなぐサッカーでとてもワクワクしながら見ていました。テゲバとしては初岩銀スタジアムだったと思いますが、スタジアムの印象やサポーターの雰囲気はどうでしたか、というメッセージです。あ、岩手のサポーターの方ってことですよね。いや、この方はテゲバのサポーターさんですかね。ん、あ、岩手のサポーターさんが、はい、スタジアムの雰囲気と岩手のサポーターさんの雰囲気ですか。あ、そうです。あ、そうですね、はい、はい、岩銀スタジアム僕行ったことあるんで、はい、はい、ただ僕が行った当時多分まだ照明が普通の照明で、うん、先日行ったらあの LED ライトに変わっていて、おお、かなりまぶしそう。 LED ライトの照明って、うん、あのつけたり消したりで結構いろんな演出できるんですよ。へえ、まずそこにあの驚いて羨ましいなっていうのがまず、うん、あの第一印象でしたね。なんかあの前回ラジオの時に、はい、あの岩手のサポーターさんからも実はメッセージが来てまして、はい、その照明が新しくなったんで、あ、やっぱそうですよ、そういただいてたんですよ、ね、でもなんかこう照明一つにしてもまたちょっと会場の雰囲気がまた全然変わってくるっていうことですよね。そうですね、うん、なんかあと花火も上がっててすごい良かったですよ。かっこいいですね。ちょっと、はあ、夜の試合とかができるようになったら、なんかそういう演出とかもね、いいですね。なんかちょっと非現実的で、多分見に来る方もなんかまたちょっといつもと違った、うん、あのスタジアム観戦になると思います、はい、ね、なんかもうそこの空間でなんか夢の世界かなみたいなそこで応援して多分帰るとき多分逆だ、いい疲れが多分来てると思いますよ、サポーターの方とか。いや、まさに最高の週末ということですよね、はい、まだまだいただいております。ラジオネーム三つ子の魂100までさんからです。ありがとうございます。すごい名前。アンナちゃん、上田選手こんばんは。最近上田選手のグローブがナイキからこれ SJS でいいんですかね、読み方は。あ、はいはいはい、変わりましたが、つけ心地はいかがでしょうか。ユーチューバーのジャイアントと同じグローブですね。ジャイアントのように綺麗なパントキックを蹴る上田選手に今後とも期待をしています。すごいよく見てらっしゃる。ありがとうございます、はい、まあ、グローブはあのちょっと知り合いの方にちょっと SJS の方がいたので、はい、まあ、普通にあの購入させてもらったんですけど、うん、多分、まあ、付け心地はいいですよ。あのだから
もし気になるんだったら購入するのおすすめです。はい、上田選手おすすめの SJS のキーパーグローブ、はい、まあ、僕別に契約して使い続けるわけじゃないんで、うん、僕結構キーグローポン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 今年変わってるんで、あ、もう多分 SJS もあと何試合かつけたら変わってるかもしれないです。あ、じゃあちょっとそこにもぜひ注目していただきたいですねそうですね、はい。なんかあのパントキックのお話出てたんですけど、本当にあの上田選手って、はい、まあ、セービングとコーチングだけじゃなくて、まあ、キックの精度も素晴らしいっていう声がたくさん上がってる選手だと思うんですよね、はい、パントキックが上手くなるコツってあるんですか？まあでもキックとかってやっぱり量ですよね。もう本当にキックをいっぱいして多分蹴り方を教えても多分できないと思います。こう蹴ったらいいよって言ってもあのロナウジーニョって分かんないけど、じゃあメッシとクリスティアーノ・ロナウドって蹴り方全く違うんで、はいはい、だから多分その人に合った蹴り方っていうのがあるので、うん、まあ、とりはい、ということで、はい、すいません、今ちょっと画面が止まってしまいました。失礼しました。はい、で蹴り方だったり、あれ僕の方が悪いのかな。いや、今大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、やっぱりキックってその質とか量だったりするんで、まあ、とりあえずまず蹴り込ん で、うん、で自分のキックの型だったり、蹴りやすいフォームっていうのをまず見つけて、そこからもう蹴り込むしかないですね。僕本当にずっと練習後蹴ってたんで、ずっと、はい、もうそれがちょっと身になってきてるかなっていう感じですよ。じゃあもう人の真似をするっていうよりは、もうとにかく練習して練習して自分のスタイルを見つける。はい、あ、まあ、真似もいいと思います。真似をして、うん、でその真似もいろんな選手の真似して、その中で多分自分の中にしっくりくるのが多分あると思うので、それをまあ最終的には自分の蹴りやすいように改良してやっていくっていうのもが近道かなって思いますね。ちょっと今ラジオを聞いてるサッカー少年少女たちにもね、上田選手みたいに蹴れるようになるためには、まあ、真似もそうですけど練習をとにかく頑張ってもらいたいですね。そうですね、うん、まずは量を、はい、蹴り込んでください。はい、ラジオネーム岩手行ったことないさんからです。おー、いい名前ですね。ぜひ行ってほしいですね岩手戦、モレラト選手の弾丸シュート神パンチングでしたね。テレビの前でナイスって叫んでました。あんなの至近距離から打たれて正直怖さはないんですか？あれ多分キーパーの人の感覚的に、うん、あれは怖い距離じゃないですね。まだ大丈夫なんですか？全然怖い距離じゃないですね。多分怖いっていうのは多分 1,2 メーターぐらいの距離になったら怖いですけど、あ、それはもう怖いですよ。はい、あの距離はあんま怖いっていう感じはないんですよね、うん、ああいう距離からの、まあ、そのなんかこう蹴り込まれるっていうのをこう受けるっていうのはもう練習ではもうよくやっているパターンなんですか？よくやってます。はい、じゃあもうやっぱこう球の速さとかそういうのにも、まあ、やっぱ練習だったりを重ねて、まあ、ちょっと体勢がついてくるっていうか。そうですね、体勢ですよね。もうなんかちょっと、うん、ド M 化してますよねもう近場で打たれても怖いっていうよりも当たって痛いの方がまだ嬉しいですもんね。ああ、もう入れられるよりも体ででも弾いた方が、はい、もうどっか当たったら痛くても逆に先に嬉しいが来ますもんね。あ、入ってないわみたいなそれはちょっと一般人の私には、ちょっとまだわからない感覚ですよね。はい、だからキーパーちょっと変わってますよね。うん、はい。そうなんですね。じゃあ怖くなかったということですね。はい、怖くないです。はい。はい、まだまだメッセージいただいてるんですけど、もうちょっと紹介。はい、じゃあもう一つだけこの時間に紹介したいと思います。ラジオネーム、ゆうぞうさんからです。ありがとうございます。テゲバサポーターの皆さん、そして上田選手、こんばんは。こんばんは。先週の対戦ありがとうございました。まさかたった半年でグルージャにリベンジしたとは思ってもいませんでした。それくらいシーズンダブルはさせたくないという思いがサポーターと選手で一つになって我々に勝ったかもしれません。来シーズン
グルージャは昇格するかもしれませんが、もし再戦ができるのであれば今度はシーズンダブル取らせていただきます。シーズンも終盤ともに盛り上げていきましょう。今回は本当に参りました。岩手グルージャ盛岡サポーター。 ありがとうございます。まあ、やっぱりサポーターさんですね、熱いですね、うん、自分のチームへの気持ちが、しかも対戦相手のラジオまで聞いてこんなメッセージを送っていただけるなんて、いや本当ですよ、うん、でもやっぱり向こうの応援すごかったですよ、ゴール裏に近かったんで、はい、圧とか雰囲気やっぱ良かったですよ。あ、特にこう後ろにいた時なんてもう、はい、いや良かったです。だからやっぱりサポーターの方も、うん、その鹿児島の時に戻るんですけど、はい、その時よりもやっぱり全然人も入ってましたし、うん、サポーターの応援っていうものもやっぱりなんだろう、熟練度というか、うん、すごいレベルが上がってる感じがして、この間もうこれあれで声出しがあったら結構な多分圧だと思いますよ。あ、そうか、声出しができない状態でももうかなりの迫力を感じるサポーターの皆さんの声になった、はいね、はい、スタジアムでもやっぱりこうサポーターの皆さんの雰囲気だったりとか、やっぱちょっとその在籍年数だったりとかでもかなり違うものがあるから、そういうのもなんかこう面白いですよね。そうですね、はい、うん、メッセージありがとうございます。共に盛り上げていきましょうということで、ありがとうございました。さあ、また一旦曲を挟んで、情報そしてメッセージ、上田選手のお話をお届けしていきたいと思います。続いてお届けする曲はハッシュタグ勝手に1曲目予想からです。美少女戦士セーラームーンからムーンライト伝説。ここからはテゲバコネクトのコーナーです。まずはインフォメーションをいくつかお伝えします。9月26日日曜日は明治安田生命 J3 リーグ第20節テゲバジャーロ宮崎対アスルクラロ沼津との対戦、ユニリーバスタジアム新富にて13時キックオフとなっています。最近あの15時キックオフの試合が多かったので、皆さんキックオフ時間間違えないでくださいね。13時キックオフです、お間違いなく。今回ですねいいですね、念押し13時です、もう忘れないですね。もう大丈夫でしょう、13時大丈夫ですね、オープニングとハーフタイムにイベントもあるということですので、ぜひ皆さん早い時間からお越しください。スタジアムグルメも盛りだくさんとなっております。なんかあのユニスタに行く途中にバーンって看板が出てるの皆さん見たことありますかね。あの淡木原クラフトブルワリーさんの看板がユニスタのすぐ近くに立ってるんですよね。あれ結構目立つんですけど、あのテゲバの何ですかロゴがプリントされたテゲバサイダーだったりも販売されておりますので、ただこちらがねお酒ということなので、ぜひ皆さんこう電車に乗ってユニスタに足運んでほしいなと思います。今あのデジタルスタンプラリー鬼滅の刃とコラボしているこちらも開催中でして、このチェックポイントをですねちょうど電車で行くと巡りながらユニスタに行くことができるんですよ。日向新富駅と新富町チャレンジショップ、そしてユニスタ、この3つがテゲバジャール宮崎のスタンプラリーのチェックポイントとなっておりますので、詳細はテゲバのホームページご覧いただきたいんですけれども、ぜひですね皆さんあの電車だったり車だったりいろんな交通機関利用してお越しいただければなと思います。13時キックオフです、よろしくお願いしますそしてですねあのもう一つ、もう一つのルヴァンカップというイベントが現在開催中です。ルヴァンプライムスナックを用いた J リーグ各クラブによるレシピコンテストが今あの開催されているんですけれども、あのいろんなそれぞれですね地域の特徴を生かしたレシピが出ている中、テゲバジャール宮崎は、テゲ玉でルヴァンプライムスナックシュークリームというのを出してるんですよね。上田選手、はい、美味しそうですよね。可愛かったですね、2人梅田くんと徳永くんシュークリーム持って、はいはい、あれは食レポ来ないですね。ちょっともうちょっと頑張ってほしかったですよねいや可愛かったですよ2人とも。ちょっとぜひ皆さんこちら投票していただきたいんですけど、あのテゲバジャール宮崎の応援卵テゲ玉を使ったあのとても美味しいカスタードクリームが入ったシュークリームなんですけれども、こちらですねぜひ皆さんに投票してほしいんですよね。
はい、ファンとサポーターの皆さんの投票で優勝が決まります。投票方法は3種類ございまして、J リーグの公式ツイッターから期間中に随時更新されるクラブ別のレシピ紹介ツイートをリツイートしていただく、こちら1回しかできません。あとは J リーグ公式アプリ内の投票ボタン、そして J リーグ公式 LINE に投票したいクラブの名前を送る、これ両方ともですね1日1回期間中何度でもしていただくことができますのでよろしくお願いします。投票期間は10月1日の金曜日17時、までとなっておりますのでぜひご参加ください。そしてもう一つ、明治安田生命 J リーグウォーキングアプリ、こちらですね今日また最終試合となっております。9月期後半バトル、今日ラストマッチです。湘南ベルマーレと今バチバチの対戦中です。皆さん今日中でしたらまだ間に合いますのでたくさん歩いて、そしてこの J リーグウォーキングアプリを立ち上げてください。よろしくお願いいたします。以上インフォメーションでございました。さあ、ツイッターからもいろいろいただいているんですけれども、はい、あ、なんとですねこの番組のスポンサーでいらっしゃるコギトさんがツイートしてくださっております。ありがとうございます。はい、います。上田選手、はい、好きなゴールキーパーは誰ですか。わー難しいな。あの昔の選手はカシージャスっていう選手がいたんですけど、あ、まあ、前回ラジオで紹介してくださいましたよね。はい、はい、その選手以来そんなになんか、うん、この人が好きっていうのはいないんですよね。でもやっぱ2回とも名前が上がるっていうことはカシージャス選手はいがもう今のところ上田選手の中ではナンバーワン。そうですね、その当時はすごい憧れてましたね、うん、だそうです。小木戸さんお差し上げください。はい、他にもいろいろいただいていたんですけれども、醤油味のソイソースさん、あのシュークリーム、さっき あのルヴァンカップの話であったんですけど、はい、上田選手オリジナルでもう一つ挑むとしたらアレンジどうしますか。いや急に来たの斜めからそんな質問来ると思わなかったな。番組終盤ギリギリでこの質問ぶち込んだ自分もちょっとどうかなというふうに思うんですけど番組が残り1分30秒となってしまいました。ルバンですもんね。はい、いや浮かばないな、うん、じゃでもルバン自体僕好きですかね、はい、塩味のちょっとビスケット、うん、もうそのままでいいんじゃないですか。そのままいやでもあれ美味しいですよ。そのままで美味しいですよね。わかります。はい。じゃあそのままということで。はい、そのままで。はい。ということで上田選手すみません。ちょっと最後駆け足になってしまったんですけれども、今番組を聞いてくださっているサポーターの皆さんに、はい、ぜひ熱いメッセージを一言よろしくお願いします。はい。いつも応援いただきありがとうございます。まあ、今年特殊なシーズンでまたコロナ禍ということでアウェイ席がなかったり、まあ、ホームもまあ開催が危ぶまれたりとかそういうイレギュラーがいろいろありますけど、やっぱり皆さんの声援っていうのは僕らに届いてますし、そういうツイッターだったり SNS のメッセージもすごい熱いメッセージをくれる方がたくさんいて、本当僕らいつも背中を後押しされているので、僕らピッチで表現することしかできないですけど、まあ、皆さんに少しでもいい結果を残して笑顔になってもらえるように頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで皆さん、まずは今週末熱い応援をよろしくお願いします。では最後テゲバイバイで締めましょう。皆さん今週末スタジアムでお会いしましょう。ではいきますよ、せーの、テゲバイバイ。テゲバイバイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。